はい、どうも、ロキです。自分さ、前に、9月のアップデートないよって、言ってたんですけど、ごめんなさい。ありました。で、これなんですけど、任天堂スイッチがオンラインになるから、ま、9月はないんじゃないのって言ってたんですけども、ま、実際には、武器とか、ステージの更新のアップデートではなくて、9月1日から、改修工事のために、ガンガゼ野外音楽動画、まあ少しの間できなくなるみたいです。ちょっと変わるらしいですね、ステージが。まあこの間は、レギュラーマッチ、ガチマッチ、リーグマッチはできない仕様になってます。はい。まあ正直ね、ガンガゼ野外音楽堂はどうでもいいんだけど、デボン海洋博物館あれどうにかした方がいいと思うんだよね、俺。って思ってたんですけど、スプラトゥーン公式のツイッターがあって、で、これよりデボンとか変えた方がいいんじゃないのって思ってて、たまたま、わーって見てたら、リプライで、デボン破壊しろとか、デボンどうにかしてくれっていうコメントの方が多かったっていう。ガンガゼよりみんなデボンの方が嫌いみたいだった。まあ確かに戦いづらいからな。まあガンガゼ正直、どうでもよくはないけど、一部の人から戦いやすいステージかもしれないけど、まあ確かに戦いづらさもあった。自分もね、ガンガゼ嫌いなんで。さっき、武器とステージのアップデートはないって言い切ったんですけど、まあ、もしかしたら、9月の1日ではなくて、9月の上旬に、違うアップデートがね、来るみたいなんで、まあ、コンテンツ追加がね、来るみたいなので、もしかしたら、まあ、9月の、まあ、10日とか、まあ、上旬っていうからそんくらいかな。その日らへんに、アップデートで武器とか追加されるっぽい。9月1日ではないけど、まあ、そこらへん。はい。まあ、あと有料化になるのかな ?9 月1日。まあ、大体、スプラトゥーンっていうゲームのアップデートは、まあ、2ヶ月ぐらい前から、1日に、まあ、コンテンツ追加されてたんですけど、まあ、今回はちょっとズレがあるのかな?はい。まあね、いろいろね、忙しいんだろうね。回収工事だけ、とりあえず頭入れといて。ガンガゼ野外音楽堂をやるにしても、プライベートマッチじゃないとできなくなっちゃうし、まあね、もし今後やれても、今のガンガゼ野外音楽堂ではなくて、新しいガンガゼになってしまうので、まあ今のステージやりたかったら、まあプライベートだった方がいいかな。昔もね、ガンガゼ野外音楽堂ってスポンジが追加されたぐらいだっけ?アップデでね、ステージ改変されてたから、まあ、ガンガゼね、これからまた変わりそうだけどね。結構やっぱ苦情があったんだろうね。まあ、それよりもデボンを変えてほしいんだけどね。はい。ということで、お疲れ様でした。バイバイ。